つなげていく意味でもというお言葉が今あったんですけれども、選手の形で今後なんですけど、今シーズン、そしてこれからですね、どのようにお考えですか？そうですね、今はね、自分でもどうしようっていうところで、まだ整理もついてなくて、とりあえずちょっとゆっくり休みたいなっていう自分がいるので、まだでも3月で世界選手権があるので、その後にゆっくり時間をかけて考えていきたいなと思います。はい、女子のことを聞くのもなんなんですが、まあ、同じ日本の仲間がですね、今回女子のシングルがあります。はい、その選手たちの頑張りどんなふうにどうしてらっしゃいますか？いや、まあ、彼女たち